イマン・モハメド・アブドゥルマジドは、イマンの芸名で知られる、ソマリア出身のファッションモデル、女優、実業家である。ソマリアの化粧品分野の先駆者であるほか、事前事業でも有名である。ソマリアのモガリュで、中サウジアラビア大使を務めた、外交官の父親、モハメド・アブドゥルマジドと医師の母親、マリアン・アブドゥルマジドの間に出生した。彼女には、イルヤース、 フェーサルの二人の兄弟とナージャという姉妹が一人いる。イマンはエジプトの高校に通った後、ケニアのナイロビ大学に進み政治学を学んだ。イマンはイスラム教徒で、ソマリ語、アラビア語、イタリア語、フランス語、英語の五つの言語を話す。メトロポリタン歌劇場にて、初日の夜に大学在学中にアメリカ人の写真家、ピーター・ビアードに見出され、モデル活動のために、 アメリカ合衆国ニューヨーク市に移り住んだ。1976年、ファッション雑誌、防具の表紙を飾りデビューした。彼女はすぐに多くの雑誌の表紙を飾り、いずれも高く評価された。そして、スーパーモデルとしての名声を確立した。彼女は長い首、高くて細い体格、美しい要望、同色の肌、 エキゾチックなアクセントでファッション業界で即座に成功を収めた。しかし、イマンは自身は平均的なソマリア人の要望であると主張している。イマンはホルストン、ジャンニベルサーチ、カルバンクライン、三宅一世、ダナキャラン、イブ・サンローランなどの著名なデザイナーのミューズになった。14年間のハイファッションモデルとして活動の中でヘルムート・ニュートン、リチャード・アベドン、 アービングペン、アーニー・リー・ボビッツを含む多くの著名なカメラマンと働いた。現在、ニューヨーク市のワンマネージメント、ロンドンのインディペンデントモデルと契約している。女優として、スタートレックシックス・ミチの世界や、LA ストーリー、恋が降る街に出演。現在はモデルを引退しており、自分の化粧品会社、イマンコスメティックスを持っている。ありがとうございます。